皆さんこんばんは。はじめましてです。もつさんは、いつもお客さんで見に来るだけで、今回初めて、飛び込みライブ、出たいと思って、来ました。今、自分は、障害福祉施設の方で働かせてもらっていて、その中でこのウクレレと出会って、で音楽活動仕事しながら音楽活動していって、で今からいろいろ2曲歌っていくんですけど、自分の歌を通して、たくさんの人に笑顔になってもらえるような、シンガーになりたいなと思って、今、スタートしたばかりでございます。本日2曲、カバー曲とそしてその施設で作ったオリジナルソングを1曲、計2曲、歌いたいと思いますので、皆さん聴いてもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。もしよければ手拍子も途中からお願いいたします。Country Road、 この道ずっと行けば、あの街に続いて気がする。Oh,
で働いて、で自分自身も音楽にすごく救われて、でまた音楽の力でその利用者さんと患者さんがすごく元気になったりとか、そういう場面を見て、自分も音楽で、そういうふうになんか皆さんも力になれたらなと思って、で実際20代の時に、歌を学ぼうとボーカルとかダンスとか練習をしてたんですけど、仕事が忙しくて結局夢を諦めてしまったんですけど、ただ30代になって、またこの体育さんというウクレレシンガーと出会って、もう一度30代からでも、夢を見て、仕事しながらでも、一人でも多くの人に、力とか元気とか笑顔とか届けられるような、ウクレレシンガーになりたいなと思って、今日こうやって初めてのおもつですけど、今後いろいろ活動していけたらいいなと思いますので、ぜひ、秋広、インスタグラムで秋広ウクレレで検索してもらえれば出てきますので、ぜひフォローしてもらって応援していただければ嬉しいなと思います。はい、で最後に、その福祉施設で、利用者さんと一緒に作った、オリジナルソングを、歌って終わりたいと思います。曲名は一緒に歩こう We are family という曲です。この曲の歌詞は利用者さんから、いろいろテーマとか言葉とかいっぱい出してもらって、それをつなげて、作った歌です。はい、なのでこの歌、自分自身も作って素敵な歌だなと思いました。この歌をたくさんの人に届けられるよう、自分もこれから頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。聴いてください。一緒に歩こう We are family。僕らがいるさ。
僕ら